まあ、そのセブガリュー王者戦からちょっとこう崩れす可能性がありますよね。次は勝負球スリーツーであってもね、あの外野に強い当たりの前の微妙ですか、はい、微妙ですよ。真ん中ここは力のあるボール、今、まあ、職人が言ってたと思うんですが、はい、インコースにって感じだったんですか。まあ逆球でしょうになっちゃったという感じですか、はいはい。さあ、2-2、次7球目、やはり鶴岡もしつこさありますからね、次の1点がどちらも大事。コツンと当てる、さあセンターの前にどうか、落ちるか、取るのか、取る、ダイビング、秋山取りました。もう落ちていたらという感じになってましたが、今は秋山よく取りました。スリーアウト、今のプレーです。山田さん、はい、ナイスプレーですね、8回の表秋山がナイスプレーを守備で見せました。3対0は依然変わっていません。